フェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドにて行われます。これより試合を行います。工藤正秀選手、森本強健、吉久選手、両選手には激励賞が贈られます。フェザー級 57.5 キロ契約の3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。森本強健、吉久、そして工藤正秀の一戦。放送席解説には格闘技情報サイト e ファイトの熊久保秀幸さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日は素敵なゲスト、武蔵さんをお迎えしてお送りをしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この試合実況は西でお送りをしてまいります。さて両者向き合いました。常に強気な言動、お互いに気合は入っています。共にはっきりとした武器は持っています。ただそれ以外にも磨いているものがあるという話をしている両者の対戦。果たしてそれは出るのか、それは一体何なのか。ウサギか犬か。第1ラウンドスタートしました。松本さん、両者ともにキャラクターはっきりしている選手なので面白いですよね。そうですね、得意のですね、武器も、久保選手はですね、もうとにかくボディーブロー職人、必殺のボディーブローですね、はい、森本選手はもうどの技でも倒せるという、殺傷能力を持ってますよね、はい、ただここは工藤がかなり先手を取っていきます。ただ工藤選手は今回は、その森本選手は気持ちが強いんでボディじゃ倒れないと、はい、別の技で倒したいと言ってたんですよね、はい、その別の技が何なのか気になりますよね。そうですよね、はい、まあ、こういった気の強い者同士の対戦、まあ、当然これフェザー級ではありますが、武蔵さん、はい、倒せる可能性ある対決ってすごい楽しみですよね。そうですね、さっきから見てるとやっぱグイ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 工藤選手が行きますね。そうですね、強引にペースを取ろうとしているのか、はい、まあ、ジャブもどんどん圧力をかけようとしてますね。そうですね、はい、かなりこう先手を出してきている印象があります。熊久保さん、前回なんですが森本強健選手なんですが、はい、コブジット選手は結構ローを使ったりして、はい、今までのこうブンブン振り回すやり方とはちょっと違った側面も見せましたね。そうですね、はい、細かいそういうね、技術を使うようになりますし、でも行くときはもう思いっきり行くみたいな感じで、はい、そこ緩急がつけられるのって感じですかね。まあ、立ち上がりは工藤が先頭を取っていこうかなというところだったんですが、森本も、そのあたりは当然分かっています。ワン、ツー、接近戦に持ち込んでいこうというところ。まあ、森本選手は引き出しが多いですからね、膝蹴りでも倒せます。お右、大内フック、このフック、武蔵さん、このフックどうですか。思い切った感じですね、はい、もう倒しにかかってますね、はい、さあここは連打でまとめていく。しかし手段もあったりですね、はい、そしてしっかりと打ち返してもいます。まあ、ただ相当なパワーがあります。ワンツーを打っていきます。見事。工藤選手は森本選手の右のパンチはかなり警戒してますね、ガードをしっかり守ってますね、はい。まあ、当然熊久保さん、あれは一発当たってしまったら倒れますからね。そうですね、左のジャブをついていきます。工藤ローキックも出していきます。まあ、こういった形でしっかりとこう打ち分けることもだいぶやってくるようになってきました。森本強健、吉久、右のフック、左、工藤返します。今工藤選手が出した右のタイミングがなかなか良かったですね。そうですね、はい、はい、ストップ、レイ。第1ラウンドは残り20秒、ローキックから入っていこうという強健。マルクル右、さあここから乱戦、うん、膝を突き上げていくボディへ、モザハキック、ブロックはしていますが、その上結果殺法ですね。ブロックダウンを奪いました。ちょうどこれ、足がふらついてる、立てるかどうか。森本選手が今強引に行ってたんですよね、強引にペースを取ろうとしたんだと思うんですけど、はい、まあ、残り時間がほぼなかったんで、まあ、ある意味こうゴムに救われたというところもあったんですけれども、さあ工藤、これで目覚めるのか、それともというところ。ミドルを打っていきます。少し強肩ペースになってきているかどうか。1ラウンド終了間際に強肩がダウンを奪いました。ローキック、
でもあれですね、森本選手も、ね、これほど慎重にいくのなかった方だから、変わりましたよね。そうですね、はい、今までは割とこう勢いを持って一気にいっちゃうタイプでしたよね。そうですね、様子見てますもんね、はい。まあ、この辺はこうリスクも考えながらというところなのかもしれません。まあ、ただここぞという時の破壊力はもう存分に持っています。今日も1ラウンド終了間際にそれが発揮されました。工藤選手がまだボディを温存したのが気になりますよね。あ、そうですね、はい、確かに上がり出してこないイメージがあります。スピンキックから左へ、まあ、どちらかというと出させてないというよりは工藤選手はこの球さん出してないんですね。出してないと思いますよね、ロキック、はい、これも数字もちょっと仕掛けないと、工藤選手回復しますからね、はいはい。まあ、このラウンドだけを見る限りにおいてはその前にラウンドダウンを奪ったというそんなイメージが感じられないぐらいの、落ち着いた展開になっています、はい。今このラウンドは工藤選手の方が仕掛けていってますね、はい、ロキック先手を取っています。ただ確かに得意のボディーブローというのはまだ出してはいません。まあ、森本選手が打たせてカウンターを狙っているのか、そこはちょっと森本選手、まあ、ちょっと動きを見てないと分からないんですけども、はい、でも冷静ですよ、森本選手。何か地道に狙っていると思いますね、はい、下から上へと打ち分けていきます。2ラウンド残り1分を切ります。どうも蹴り合いですね、あ、左、うん、もう思い切りの良さは森本選手の良さですよね。ですね、はい。まあ、それをやられっぱなしにはしないというのが工藤ですが、首ついてからの膝、うん、工藤選手どうで勝負してるんですよね、今日は、まあ、あ、ボディやりましたね。ですね、はい。ローで削って食べてボディっていう感じなんですよね、バックブローは空を切りました。森本選手は工藤選手の右のローキックをしっかりディフェンスした方がいいですね。そうですね、確実に効いてくると思いますよ、はいはい。まあ、かなり数として当たってますからね、はい。左のジャブをついていきます工藤。今日は確かにボディーブローは本当にこう封印しているとも言えるぐらいあまり出してきません。そうですね、第2ラウンドが終了しました。まあ、そうなるとちょっと工藤としては何かインパクトは残したい第3ラウンド。このラウンド工藤選手いかないと勝てないですね。右が当たった、勝負に出ましたね。さあここは一気に打ち合いに出ましたよ、これ勝負で出てますね。さあ左ックお、さあお互いに、おこれはランナー戦の予感ですね、完全に工藤が持ち込んでいます。右でこういった中でもし川島さんボディが炸裂したら面白いですよね、はい、そうですね、はい、距離がやっぱランナー戦だと近くなってくるんで、はい、ボディ打ちやすいと思います。そうですよね、はい、おーク当たります。いや武蔵さん一気にヒートアップしてきました。そうですね、はい、もうここは一気に工藤選手勝負に出ましたね、お右起こしていきます。1ラウンドの、はい、ダウンのダメージがもうそんなに感じられないほど、お右、はい、今勢いありますね、はい、ストレートも伸びています。おさあ今度は黒が前に来る、左右上がってますね、さあまたテンションが上がってきました。場内のボルテージも一層上がっています。残りは2分待って、少し強肩の方がフィジカル生かして前に来ます。返しますね、パッチを、はい、はい、お互い気持ち強いですね、互いにやられっぱなしにはしません。ただこれ ほぼ2人も同時に打ってるんで、どっちが倒れてもおかしくないですね、はい、お右、うん、ショートパンチが当たります。工藤第3ラウンド残り半分になっています。右、まっと左、あ、ちょっと森本選手が風になってますね、はい、ちょっと武蔵さん、プレー始めてますか、フォームが。そうですね、どうしても今ちょっとパンチ一辺倒にお互いになってるんで、ここでやっぱり蹴りが出せた方が、はい、有利に試合を運べると思いますね、はい、ボディからウェイトを打ち上げていきます。強肩、あーっと右、捉えました。明
明らかにペースを上げている工藤、このラウンドに関してはペースを握っています。しかし強肩の方もやられっぱなしにはしません。さあ残り45秒というところ、あすごい気合いの入った表情をしています工藤。右振っていきます。安全の横風を倒しに来ますね、ハイキックブロックをして、さあ右当たります。いや、お互いボリモス選手も気が強いですね、これね。お互い倒しに行ってますね。もう力士ではない、右当たる、当たったもん勝ち。右、いい右ですよ、駆動のパンチが当たります。残りは15秒、いけるか駆動、左倒しきれるかどうか。ただ強肩もパンチを集めていく、ものすごい打ち合いになっている。いや、ここで蹴りが出るのは森本強みですね。そうですね、ここで3ラウンド終了しました。いや、武蔵さん両者すごい打ち合いでした。そうですね、 お互い気持ちの出るいい試合だったと思います、はい、ジャッジ和田29対28、赤森本、ジャッジ豊永28対28、ドロー。ジャッジ永瀬28対28、ドロー。よって2票以上ドローですね。ドローになりましたね。追い上げましたね。いやー、来ました。これ川島さん、ダウン覆しましたね。ですね。これ2ラウンドはそうすると工藤選手が取ったっていう風なジャッジが2人いたってことですよね。そうですね、いやいやいや、これは工藤の方が勢いもしかしたら武蔵さん増すんじゃないですか。いや、もうここで工藤選手行くしかないっていう、いや、何しろこれもう今度がテンション上がってますからね、はいはい、3ラウンドの最後の方で、はい、多分それともう全力使ったと思うんですよ。ですよね、はい、ですからもうほとんど残ってないと思うんですよね、あともう気持ちの勝負だと思います。はい、さあどうなりますか、最終の延長4ラウンド目。これは本当に望まれている延長戦ですね、はい、さあグローバーして、ああ、もう打ち合いだ、理屈は関係ない。ああ右、ああ取ります。もう一度、もう一度キック、ハイキック前に来る、クロー狙いよかったですね、まあ、これで試合として、はい、今非常によかったですね。ですね、はい、工藤の下が入りました。そしてアッパーを突き上げる。工藤としては試合を振り出しに戻すことができました。ただスタミナ面はどうか、あとは気持ちの勝負。あ、膝、強肩も膝を返していきます。これおそらく強肩の方は、あ、久保田さん、はい、勝てたかなって一瞬思ったと思うんですよ。そうですね、はい、ダウン取ってますね、はい、気持ち的にはだから工藤選手の追い上げの気持ちになってるかもしれないですね、さあ右、あ、強肩前に来る、あ、右を返しますけど、でもあの前半に森本選手があのハイキックを狙って、ハイキックのコンビネーション出したんですけども、はいはい、間違いなく倒してやろうという気持ちは切れてないですよ。あ、そうですか、はいはい、まだ狙ってると思いますね、はい、まあ、そういう両者だからこそこれだけテンションが上がる試合になっています。さあちょっとただスタミナ面は相当きつい。いや、もう両選手ともきついと思いますよこれ、はい、本当気持ちの勝負ですね。延長ラウンドも半分もまだ経過します。ここからもう勝ちたいという気持ちが強い選手がやっぱり勝利すると思いますね、はい、ボディをまとめます工藤。いや、今ここでボディ効かせるっていうのは強いですよ。そうですね、もうだいぶスタミナも消耗していますからね、はい、だいぶお腹に力が入らなくなってきますから、はい、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってこれボディっていうのは苦労の生命線です。さあどうするか、どうしたとかすごい気迫出してますよね、どんどん倒して行ってますもんね、はい、まさに噛み合うという両者の言葉通りの試合になりました。ボディからもう一人フック、苦労を当てます。しかし森本強肩も返していく、顔面連打も増えていく、あ、しかし苦労もパンチ当てます。これどうでしょうね、正確性という部分ではどっちを取るかというのは結構難しい。右当たる、工藤、あ、左もつきました。いや、おそらく立つのだけでも結構精一杯だと思うんですが、残り30、右、あ、しかしここでミドル、ここでやっぱり
蹴りが出るのはものすごい強みですよ、そうですね、はい、左ボディの工藤か蹴りも混ぜる強肩か、ウサギと犬の対戦はとんでもない熱戦になっています。さあランドセル打ち合いになっている、強肩が手数では勝っているか、さあどうだ、お互いにそれほど当てられてはいませんが、おお吐き気右ボディへ、いやこれはもう気持ちわかります、倒れましたね、もう出し切ったって感じですね、いや素晴らしい試合でした、お知らせいたします、出し切ったラウンド、ジャッジ永瀬10対10ドロー、ジャッジ和田10対10ドロ ージャッジ豊永10対10ドローよって3者ともにドローをつけました、この試合ドローとなります、出られなかったですね、もうポイント差を、岩友さん、そのつけられなかったっていうところに、はい、何かこうジャッジの2人に対するリスクと感じました、そうですね、はい、はい、いや改めてちょっとこの試合、まあ、ちょっと一言では言い尽くせない試合でしたが、熊久保さんどうですか、いやでも本当に本当に2人とも全力出して、お客さんのハートもがっつり使ったし、はい、もう本当にいい試合だと思うんですけど、はい、逆にこれで、デッドアライブトーナメントが楽しみになりました、どんな風になりますかね、はい、これもう2人ともエントリー間違いないでしょ、そうですよね、はい、いや武蔵さん、もう本当にみんなの心をつかむような試合でしたね、そうですね、森本選手、はい、素晴らしい右のストレートでダウンを奪って、もう勝つかなと思ったら、やっぱりここから工藤選手の頑張りでドローにしたと、はい、そこがやっぱりこの試合の素晴らしい内容になったんだと思います、そうですね、